またプロレスラーとして生きていけることの感謝を忘れずに、また一から頑張っていきたいと思います。一発決めたるべ！後輩であるユキにも勝てない、ベルトも取れないって中で、もっと強い相手と戦ってみたい、強くなりたいっていうところで、人間ハードコアの中島有沙さん。ハードコアとか、みんなジャンル分けていってるようじゃ甘いよね。私の名前出したことも後悔させてる。男子選手なので力は私より強いし、まあ、試合を 1,2 秒とかでもぶっ潰して終わらせるのはそれはまあ簡単だと思うんですね。ただそれがこの初めてのアイスリボン参戦に対しての正解だとは私は全く思いません。今まで同期対決ということで岡林雄二選手、浜亮太選手とかとそうそうたる方ってやりましたけど、彼らの正解は全然違うものでした。私は経験値ありますけど、この鈴木選手にそれだけのことができんのかなと思ったら私は全然疑問なので、マーベル！自分は去年の大晦日後楽園ホール大会でセラリサとシングルをして負けました。去年の借りを今年の大晦日後楽園ホール大会で返したいと思います。チャンピオンと挑戦者の関係で大晦日のメインに立てるということは私にとってまた一つ新たな壁を越えるチャンスなのかなって思いますので、2018年はセラリサの年で迎えたいと思います。